ただきます。ダルゴナコーヒーとかダルゴナコーヒーだったかな、なんか最近流行ってるあれも作ってみたいなとか思ってるけどまだ挑戦していません。始まりましたスピチューブのいくみです。今日はお菓子作りをしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。今話題の台湾カステラっていうやつをちょっと作ってみたいなと思って、カステラ自体も作ったことないんですけど、まず用意するものは薄力粉 70g も粉ふるいました。で牛乳が 70g と卵5個、それでは砂糖も用意しました。ではまず自粛モードですね。なかなか買い出しとか行くのもやっぱりマスクしないとだしで大変。太白ごま油を使うようにって書いてあって、こんなものは使ったことがないので初めて買ってきましたけど、太白ごま油が必要だそうです。太白油が 50g、 うわー粉が飛んだ。で牛乳も温めます。で私は本当はなんかスクエア型とかがいるみたいなんですけど、100均に行ったけどなくて、これ使えるんじゃねえと思って、このアルミプレートバーベキュー用みたいなやつを買ってきました。660度で溶けるって書いてあるし、多分オーブンいけるんじゃないですかね。で牛乳の方が温まりましたので牛乳オンします。よいしょ、見えない？ほらなんかすごいことになった。んで私昔牛乳餅作ったことあるけど、なんかそんな感じに見える。でこれはできましたと。これ美味しいのできるのかな。巨大なまずいもんできたらほんまに困るんだけど。2回目、日曜日母の日でしたね。私はなんかお母さんがコーヒーが好きなので、とりあえずボトルコーヒーを送っときました。本当はね一緒に買い物行こうねとか言ってたんですけど、帰れないからね。お父さんのお誕生日も4月にあったんですけど、結局帰れないままメレンゲを作る、ここで秘密兵器です。お菓子作りの好きな私のうちにはこいつがあります。まずは軽食です。見てください、これなんかもう生クリームみたいでめっちゃ美味しそう。そこからすくうように混ぜるそうです。これになんか相当変なキッチンペーパー、よいしょ。出来上がったやつ、ちょっと菜箸で空気を抜きます。落とす、私は一回落としたけど一応菜箸でもやっておきます。温度を150度に落として、で焼いていきます。なんだろうか。よいしょ。いってらっしゃい。お菓子作りってこの待ってる間がこうワクワクするんですよね。なんかダルゴナコーヒーとかダルゴナコーヒーだったかな、なんか最近流行ってるあれも作ってみたいなとか思ってるけどまだ挑戦していません。美容院に行きたすぎてもうすっごいプリンで、なんかまあもともとハイライトを入れてるから美容院に行きたいなったら行きたいなああはい、ということで出来上がりました。じゃん。こんな感じでただのカステラどもへこれめっちゃもう多分これほらパンって折ったら膨らみ的にはって感じ。失敗ですでは粗熱を取ったものをちょっとほんのりあったかいぐらいなんですけど食べてみたいと思います。なんか全然ほら膨らんでない。でも美味しかったらいいじゃないですか。いただきます。シュワシュワ、美味しい、美味しいです。聞こえるかな、シュワってこれはちゃんと型をしてってやったら絶対膨らむと思うんで、ああ美味しい。ダイエットなんてできないで今日は台湾風カステラに挑戦しました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。台湾スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。